エコはリデュース、リユース、リサイクルみたいな一つのカテゴリーとか、ちょっとそのエコに寄ったようなものが多めに出てくるので、一応 N です。N っていうの化石がとかさ、なのでこれ違う、これまた別だったら、こうだ、東京タワーがどう N 角形だったら N っていうの結構こういう三角形だったらか、そういう自然的な、なので科学的な単語が、それがないかというと4系なんですよ。でも物語文に関しては、まあ感じなんですけど、もし読んでる人何言ってますとなってきちゃったら、あのまず登場人物に手を入れてください。25じゃん、まあ誰か話して